三代正貞の時、赤穂氏の堀部安兵衛が入門したことで有名です。昭和31年6月に真庭年流道場および関係古文書168点が群馬県指定史跡に指定されております。また平成3年に真庭年流の方が吉井町重要無形文化財に指定されております。真庭年流の教えは護身の術であり、和の憲法で人を倒すことを目的とし、十分の負けに十分の勝ちありの精神で、徹底的な守り主体の自衛の剣である。本部よりご連絡いたします。11時になりました。お昼の弁当の用意ができておりますので、引き換え券を持って、テント裏に弁当専用のテーブルがございますので、そこまでお越しくださいませ。よろしくお願いいたします。続きまして代理会場、霊山筑波筑波島流法術、菅野富江先生並びにご一門によるご演舞でございます。霊山筑波島流法術
今から約400数十年前、600数十年前、南北時代の延元2年、すなわち西暦1337年、北畠顕家が後醍醐天皇の命により鎮守府将軍として東北を治めるため、宣長親王法奥州岩代の国霊山城に入った。
立川城、年流のご演舞でございました。